はい、それでは今日は教科書64ページ、65ページの、呼吸、クエン酸回路についてお勉強していきます。まあ、呼吸というのは、まあ、エネルギー、ATP をですね、まあ、取り出す、反応なんですけれども、それには3種類、ありまして、まあ、回答系、クエン酸回路、電子伝達系という、ね、3つの反応があるんだよって話をしていました。で、その中の回答系ではこれ、38個のうちの最大に、ね、2つの ATP を作り出すんだという話をして、でそのためにその時にね、NAD プラスっていう、脱水素酵素、これを使って、そして還元されて NADH、あとはまた H プラスっていうものをね作り出すっていう、でこいつは NAD プラスというのはすごい貴重だから、後々ね、これ使い回しを、するんだよって話をしていましたが、まあ、それを、頭の中に置いた上で今度はクエン酸回路について見ていきましょう。でクエン酸回路っていうのは何かっていうとね、これ、ピルリン酸、さっきの回答系できた、まあ、ピルリン酸がありましたって言ったね、こいつを、まあ、まずアセチルコエーというものに、変えて、その後にこんな形でねぐる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 って反応する回路ぐる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 回すものが、あるんですよ。でこの一番最初の部分が、クエン酸回路、あ、違う、クエン酸なので、まあ、クエン酸回路、これクエン酸回路ですというふうに呼ばれるんですけれども、これ何がいいかっていうとね、普通の反応、まあ、酵素の時にもやったんだけど A を B に変えるっていう、反応だと、これ A を B に変えたら A が常に、外から補給していかなきゃいけなくなってしまう。だからどんどん A を継ぎ足して B にしてっていうふうに、していかなきゃいけなくなるんだけども、この回路って何でいいかっていうとね、これ A を一回補給したら A が B になって B が C になって、C が D になって最初に今 D が A になるっていうふうにねやっていくと、これ無駄がないですよね。無駄がない、もう回路みたいな状態で、この無駄がない状態っていうのを生態内でやってるんですよ。その美しいこの回路状のこれのことをね、まあ、クエン酸回路、呼吸の時にはクエン酸回路というふうに言うので、まずこれね押さえるようにしておいてください。教科書の中にはねクエン酸だけじゃなくてね、まあ、フマルさんとかね、オキサロサクさんとかいろいろ書いてあるんですけども、まあ、余裕があればそこまでしっかり押さえるようにしてほしいんですが、ポイントとしてはね、これこのピルリン酸からぐる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 クエン酸回路を回す過程で、まずまたここで2つの ATP をゲットすることができますよ。これまず1個ポイントね。でさらに、この回路を回すときには合計で6つの二酸化炭素が出てきます。これ反応式ここですね、こいつここですよ。でさらに水を呼吸して物質をどん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 変えていきます。これね、これポイントね。でもう2つポイントがあって、これがさっき回答系でも出てきた NAD プラス、これがまた出てきます。で今度は8つの NAD プラスが合計で16個の水素を奪っていきます。でさらにね、新キャラなんだけど、2つのこの FAD、 こいつもねやることは NAD と一緒で脱水素酵素って言われるやつで、こいつがまた2つの FAD が水素を4つ奪っていく、これまた還元される、いろんなことをやっています。でちなみにね FAD、まあ、これはねさっきのやつ NAD プラスを銀の皿って言うんだったら、まあ、金の皿みたいな感じですね。金です。はい、でこいつもさっきと同じ水素を2つ奪いますよ。でさらに電子も2つ奪いますよって、ね、こんな形の働きをします。まあ、今回水素、2つも乗ってるんですが、まあ、FN、 これ FN ね、こういうのが今度金ですからね、あ、貴重なんですよ。なので、まあ、こうやって水素を奪った後にはまたね、最終的には全部この水素を電子プラス出して、また FAD これを使い回したいですね。うん、どうやっ
って使いますの、これは大事って言ったよね、これを使いました。でも溜まっていく一方ですよね、うん、あの呼吸ね、ポイント、まあ、何度も言ってるんですけれども、こいつらをいかにして元通りにするかっていうのがポイントで、どうやってこの ATP を作っていくかまたね、これポイントになってくるので、最後電子伝達系でそのままが一気に、明かされてスッキリすると思うので、まずこのクエン酸回路ね、ぐる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 反応を回して ATP 作るんだよって、あと NAD プラス FAD プラスが還元されてセスラーに奪う反応の過程で、ね、奪っていくんだよっていう、ここをね押さえるようにしておいてください。